ロルニクは、ポーランドの小型ミサイル艦である。定名は、ポーランド語で、農家のこと。定番号は437。ソ連で建造された1241型大型ミサイル艇の一隻で、ポーランド海軍で運用された。艇の規模からコルベットに分類される場合もある。ポーランドで運用された1241号計画、モールニア型大型ミサイル艇は、 1241RE5 計画モーニア型ミサイル艦と呼ばれた。ポーランド人民共和国は輸出型1241型の初採用国で最終的にイオンを運用した。ロルニクはその中でも最も新しい体で1989年2月4日ロシア共和国ルイーブンスクのビーインペル設計局で竣工した。後期型は 広報レーダーがキバーチニに変えてペチョーラ1になっている。ロルニクは他の3隻と共にポーランド海軍の主力艦隊である第3分艦隊に所属し領海の紹介任務を主とした。初期の2隻が2000年代初頭に退役したのに対しロルニクはその後も運用中であるが2008年中には退役することが予定されている。ありがとうございます。